自由党森友子、自民党は愚か者、子供手当で。本日、自由党の森友子さんが国会にてこのような発言をしてしまいました。分かってんのかな？10年前に子供手当を実現していれば、あの時には、ベビーブーマーのその次の世代でちょうど人口が大勢いたんですよ。私は子供手当を潰したあの時の自民党を許すことはできません。あの時ね、丸川珠代さんが採決の時に愚か者めって言って、そして愚か者め T シャツまで作ったんですよ。おかしいでしょ？今更そんなこと言って。どうなんですか、総理。内閣総理大臣。あの頃ですね、愚か者めと考えていた人は私は多いんではないかと。まあ率直に申し上げてですね、私もその一人でございますが、いわば、これ読んでいただければ、座談会、懐かしいなとこう、写真を見ながら、まあ若いなというふうに思うんですが、まあその中でですね、いわば財政の破綻を招くだけ、ではなくてですね、財政の破綻を招くだけではなくて、いわば、まあ基本的に、子育てに対する考え方が違うと。当時のですね、小宮山大臣の言動等についての批判も私はしているところでございますが、いわばファミリーバリューに対する考え方の違いということについても言及をさせていただいたところでございます。森友子さん。もう今の答弁の態度信じられません。子育て支援、10年遅れたんですよ。そして、全然良くなってないじゃないですか、アベノミクスで。人々の生活は苦しくなるばかりじゃないですか。そして、今だけ金だけ自分だけ安倍さんのお友達だけ、森友の問題まだ解決してませんよ。森友の問題。このように暴言を吐きながら机をバンバンと叩いて態度が悪いと。ものすごく態度の悪い森友子さんがおっしゃっておりますが、この子供手当、何の予算の裏付けもなく地方自治体に押し付けて破綻したものであり、これは誇るべき実績ではなくて、恥じるべき失敗であります。森友子さんにはそういった理解がないんでしょうか。さらに。安倍総理、ご不満がありそうなので、どういう検査をしているかご存知ですよね。安倍内閣総理大臣、森先生から今日いただいたですね、質問通告については内外の諸情勢と平成31年度予算についての2問のみでございまして、その2面のみでございまして、そうなりますとですね、役所の方では膨大な作業をして、すべての質問に答えるために、相当遅くまで仕事をしなければいけないという状況にあることは、ご理解をいただきたいと、こう申したいでございます。そこでですね、安全委員会が答えるべきことをですね、いわば、業界を所掌している経産大臣がお答えをしないということは当然のことであろうと、こう思っております。森友子さん。委員長。いや、自民党が野党の時もっとひどかったですよ。ね、蓮舫さんも、たった1行で、通告だったんですよ。よく言いますね。で、神羅万象を担当してらっしゃるんでしょ？神羅万象を司ってるんじゃないんですか？まあ、規制委員会。このようになっておりまして、森友子さん、クイズ大会をしようとして、安倍首相から一蹴されていたんですが、通告すらしていないと、政府に事前にこういった質問をしますよと、通告すらしていない方が、なぜか開き直って、自民党はもっとひどかったと、通告が一行しかなかったと主張されておりますが、実際にこの森友子さんの発言が本当なのかどうかすら分かりませんけども、森友子さん、自民党は通告をしていたとご自身で認めてしまっておりますが、発言の内容、理解されてるんでしょうか。本当にですね、こういったもう意味不明な発言ばかりで、ものすごく態度の悪い、デマばかり流す森友子さん、国会には必要ありませんので、皆様、自由党には、森友子さんには、絶対に投票しないように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。